さて今回は紀章さんが初登場ということで聞きたいことがあります。それは最終話のアフレコで、アルミンって男だよなと他のキャストさんに聞いてたと以前このラジオで暴露されていましたが、その時の経緯を詳しく聞きたいです。いや冗談でて、ね、冗談でなんだけど本当に心配されたと何とも言いようがない冗談だっちゅうね、うん、まあね、まあアルミンってね、うん、なんかちょっとこれもそれこそネタ的に実は女の子なんじゃね的な、うん、なんか可愛らしいですから ね男の娘と書いて男の子を読ませる的な、はいはいはい、そういうニュアンスがあったので、うん、実はどっちなの的なね、うん、まあ、そういう冗談ですね一言冗談です。はっきり言ってしまうぞ、ね、そのことに関して石川さんどう思いますか。来た、ね、まだ喋ってない、今こうやってるよ。そうですね、はい、じゃあもうアルミン女の子でいいんじゃないですかね。オッケー、はい、今日からアルミンは女の子です。アニメ版ではもう女の子だということで、ね、もう男の子じゃなくて女の子になっちゃうし、ね、先生本当に怒るぞ。原作とちょっとアニメはねまだ別物なんていう。芝居変わってくるんですけど。